今日一日、ツアーを担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、ここがクラブサークルのコーナーになっております。福徳大学にはたくさんのクラブとサークルがあるんですね。そのパネルだったりとか学科の説明をここで行います。いっぱい木が並んでると思うんですけれども、そちらがチェリーロードになります。こちら4月になると桜が満開になるんですね。皆さんも大学に入学したらぜひこちらのチェリーロード楽しみにしてください。はい、次は一番大学で大きい教室、211教室になります。400人生徒が入ります。はい、次中庭です。はい、こちらが総合キャリア支援室になります。よくいらっしゃいました。ここは総合キャリア支援室といいまして、学生の皆さんの就職活動の支援をメインにやってます。パソコン等置いてますけれども、この中に、大学に来ました求人情報、そういったものを取り込んでます。ぜひ皆さん入学されるときには気楽にこの辺を利用して、就職のための準備を進めていただきたいというふうに思います。チーズケーキになります。